ブラーフミー数字とは古代インドで用いられた数字で、紀元前3世紀以前のものであり、現代のインド数字、アラビア数字の直接の祖先である。ただし、概念的には、後世の奇数法とははっきり特別される。なぜなら、ゼロを用いたクライド記法ではなく、10の倍数ごとに、別々の数字があったからである。百100や千を表す記号もあり、連結されて200、300、 200、3000などを表す記号となる。1、2、3の起源は明らかである。それぞれ1本、2本、3本の横棒である。アショウカ王の時代では、ローマ数字のように縦棒で表していた。しかし後に、関数字のように横棒になった。最古の秘文では4は十字型の記号で表される。姉妹の文字体系である。 カローシュティ文字が4を X 字型の記号で表していたことを連想させる。その記号は4本の線、もしくは四方を表していると考えられる。しかし、他の数字は最古の秘文でも無意味な記号にしか見えない。それらもまたその数の線の集合でエジプトのヒエラティック、デモティックの数字においてなされたのと、同様な方法で総書体に崩されたという考えが、 あるが、直接的な証拠はない。同様に、10の倍数を表す記号も互いに、明確な関係があるわけではない。ただし、10、20、80、90は、円に基づいていると思われる。一世紀頃のブラフミー数字別の可能性として、ギリシアのアッティカ式奇数法のように、等音方式を用い、カローシュティ文字に基づいて作られたとも考えられる。 例として、4は、早期は、延期号型で、過労ティ文字の CH を表す文字によく似ている。同様に5、6、7、9は、過労ティ文字の P、主、S、N に似ている。しかし、時代や記録の欠落に問題がある。アショーカ王の時代の400年後の紀元1、2世紀になるまで、全部の数字は揃わない。画線法によるのか、 それとも、当音方式に由来するかは、現時点では、完全に推測の段階にあり、そのどちらかを支持する明確な証拠は、ほとんどない。ブラーフミー数字から、3世紀から5世紀頃に、最初のバクシャーリー数字が生まれ、やがて9世紀頃に、グワリオール数字が完成したとされる。ありがとうございます。